You are watching EKIDS TV! 今日のセンテンス見ていきましょう。今日のセンテンスは I got it! 分かったよっていう意味です。まず一緒に言ってみましょう。Repeat after me. I got it! I got it! あー、もっと大きい声出るな。I got it! I got it! That's good. OK! まず、ポイント一つ目。これをもう一つの単語として発音してしまってください。ここ、くっつきます。そういうのはもう大丈夫かな。このぐらい短いのは I got it 3つとして言わない1つです。 I got it I got it この発音のポイントが1つです。で、もう1つは I got it 分かったよっていう意味なのね。これは Yes っていう時にたくさん使えるんだけど、英語は同じ意味だったら文字数が多い方が流暢にうまい英語に聞こえるので、もし選択肢があるならば文字が多い方を使ってください。だからYes も使っていいんだけど I got it 多めに使うと英語がうまく聞こえます。で、もう一つ最後のポイント、これも言ってほしいな。 You に変えて聞いちゃってください。 You got it? 分かった。 You got it? もしくは確認、いけた。 You got it? こっちを上げると You got it? 聞く感じね。できた確認の時 You got it? 今日は I got it の方、センテンスから You got it までを見てみました。今度はここ、もともとは get ね、自分の方に来る get、 今度は give っていうのもあるので、そっちも今度やってみましょう。 Alright, thanks for watching EKIDS TV.